大画面スマホはいろいろあるが、2024年現在新たな候補として折りたたみスマホという概念が。結局これって本当に大画面スマホ枠としてありなのかしら。電子レンジマンの動画、革版が積んだもんなのだ。四国メタンですが、フル活用するタブレットやパソコンがある場合は変わってくるけど、ない場合はスマホをやっぱり長く使うよね。朝から晩までスマホをいじってるような場合はやっぱり大画面だと便利なのだ。投稿者ももともとは小型派だったけど、近年はもっぱら大画面のスマホを使ってるわね。え、大画面のスマホを使いたい人がある程度気になると思うのが折りたたみスマホなのだ。日本国内だとピクセルとギャラクシーから横に開くタイプが出ているわね。縦に開くやつならギャラクシーやモトローラなどが出してるかしら。特に横に開いてタブレットのようになるタイプは、これがあれば大きな画面で動画とか漫画とか楽しめるということで魅力的に感じてる人もいるのではないかと。そこで今回は Galaxy S24 Ultra と Galaxy Z Fold 6を比較しつつ、スマートフォンの範疇としてはどうなのかについて考えてみるのだ。それではまずサイズ感とか持ち心地、操作性みたいなところから。 Galaxy S24 Ultra は 6.8 インチ画面の通常のスマホなので、まあ普通に持って使う感じになりますと。それなりに横幅が大きいので、片手での操作はそのままだと結構きついわね。とはいえそのままの状態で画面が大きくて、電子書籍やゲームなども楽しみやすいのは魅力だと思うのだ。またこんな感じでゴーベルトとかスマホリングを装着すればある程度片手操作もしやすいかと。投稿者はこの状態で使ってるわね。 Galaxy Z Fold 6は閉じた状態だと 6.3 インチ画面、開いた状態だと 7.6 インチ画面。閉じた状態でもそれなりに大きくて、開くとタブレット並みになりますと。一見便利な気がしなくもないわけだけど、実際これってどう？大画面の Galaxy S24 Ultra や Xperia Z Ultra みたいな端末と比べてどうかしら。これが非常に悩ましいところなんだよね。とりあえず閉じた状態ではちょっと細いスマホって感じで使えるのだ。ただし普通のスマホと比べると細長い上で 239g と重いので、ちょっと何もつけない状態では使いづらいかな。ズルトラは 212g、 Galaxy S24 Ultra は 233g なのよね。また畳んだ状態だとスマホ2台分に近い厚みも悩ましいところで、開くと大画面になるわけだけど、これはもう横幅がめっちゃ長くなるので、 Galaxy S24 Ultra みたいな片手操作は無理。 Galaxy S24 Ultra と並べてみた。確かにかなり横幅が広いわね。またこのサイズなので両手持ちでも正直画面の真ん中の方を触るのは難しいのだ。何かしらの指を引っ掛けられるカバーを装着して、そこで片手で保持しつつも片方の手の指で操作するみたいな感じになるかな。また Galaxy Z Fold 6のような横開きのスマホは、今の画面比率だとややサイズが中途半端な感じもあり、ブラウザはまあ PC 表示にしてそれなりに広くは使えるけど、あとは画面を分割したりピクチャーインピクチャーを使ったりね。結局画面が正方形に近い形状だから、なんかゲームや動画再生なんかはやたらスペースが余って本体のデカさを生かしきれなかったり。あ、大画面スマホよりかはちょっと大きいけど、確かにタブレットとしては物足りない感じのサイズになるわよね。漫画とか雑誌も縦向きだと1ページ、横向きだと2ページ見開き表示って感じで、なんか本体の折り方と噛み合わない感じもあり、表示自体は Galaxy S24 Ultra とかより大きくて満足度高いんだけど、本体サイズと形状の関係で片手で持って読むとかはきついのだ。普通の本を読む時のようにしっかり持って読む感じになるわね。手軽さは少し落ちる印象だわ。タブレットとしてはまあこんなもんなんだけど、スマホとしては若干手軽さに欠けるんだよね。なんというかね、両方使い比べると Galaxy S24 Ultra のサイズ感の絶妙さを改めて感じるのだ。開閉の手間がなくて、大きいけど大きすぎず、重いけど重すぎないみたいな。値段も高いけど高すぎないわね。 Galaxy Z Fold 6は最小でも249,800円だけど、 Galaxy S24 Ultra なら189,700円からだからね。フォールドは折りたたんでも持ち運びやすいタブレットが欲しい人向け、 Galaxy S24 Ultra はでかいスマホが欲しい人向けって感じ。ズルトラみたいなのが好きな人に合うのはどちらかというと Galaxy S24 Ultra の方かしらね。多分ズルトラみたいなのが好きな人にはフォールド系は開いた時の幅がありすぎてしっくりこないんじゃないかとは思うんだよね。しかしながらやっぱり Galaxy Z Fold 6は見開きで漫画とかを読めるのは強いよね。大画面なスマホは1ページ単位なら大きく表示して読みやすいけど、見開きはさすがに見やすい表示は無理だからね。ゲームについてはタブレットに近い Galaxy Z Fold 6より普通のスマホな Galaxy S24 Ultra のが遊びやすいのだ。結局 Galaxy Z Fold 6だと開いた状態では画面比率が特殊だから、なんかすごい端が余ったような表示になりがち。
あとスマホゲームってタブレットサイズの画面で遊ぶとボタンやキャラクターが大きすぎたりして遊びづらいことも多々あるのだ。閉じた状態でサブ画面で遊ぶなら割と快適だけど、何やってるんだろうって気分にはなるね。それなら最初から普通のスマホ使えよって感じになるからね。あとはギャラクシー S24 ウルトラなら S10 が内蔵だけど、ギャラクシー Z フォールド6は別売り立つケースに装着する仕様なのだ。ただでさえめっちゃ本体が高いのに10は別売りなのは悩ましいのよね。正直操作性もギャラクシー S24 ウルトラの方が良い気がするのだ。なんかフォールドのは画面広いけどへこみがあったりもする関係でちょっとズレとか発生しやすいし、イラスト作成とかでストレスかも。とまあいろいろフォールドのスマホとして考えた場合の難点不満も述べてはきたけど、やっぱり閉じてスマホ開いてタブレットというギミック自体は非常に面白いよね。アイテムとしてのワクワク感は圧倒的にこっちかしらね。スマホとしてはまあやっぱりギャラクシー S24 ウルトラのが使いやすいとは思うんだけど、フォールドも型落ちモデルでもいいので一度触ってみると楽しいとは思うのだ。電子レンジマンの動画最後に一応カメラの作例を比較してみようか。ギャラクシー Z フォールド6のカメラってギャラクシー S24 ウルトラと比べてどうなの？望遠が光学3倍のみだったり、メインレンズが2億画素じゃなく5000万画素だったりのこともあって、まあ多少の差はあるのだ。それ以上にまあ本体を持って撮影する時の撮りやすさに差はあるかな。ギャラクシー Z フォールド6重いし値段もより高いから緊張感があるわよね。また折りたたむと分厚いし開くと長すぎる関係で、三脚とかのスマホホルダーにはこいつは装着しづらいのだ。なんか無理やり装着してもどっかにダメージが入りそうな怖さもあるわよね。結局カメラを使うのであれば性能以前に形状の関係でギャラクシー S24 ウルトラのが都合が良いのだ。というわけで作例比較だけど、なんか割と色味が違うねこれ。ギャラクシー S24 ウルトラの方が若干黄色っぽくなってるわね。たまたま今日は魔界ラーメン列光に久々に行ってきたんだけど、なんかチャーシュー変わった。すっごいごつい塊になってるわよね。前はもっと薄かったような。しかしながらめっちゃ食べ応えがあってなかなか良かったのだ。ニンニクや液体、机にある魚粉っぽい粉で味変をいろいろできるのも楽しいわよね。酢の状態だとかなりあっさりめなのでニンニクは必須だと思うのだ。また容器にも書いてあるけど、魚粉的な粉は入れると完全にその味になるので、よほど魚粉が好きすぎる人でなければ味変として最後の方で入れるのがベストかな。で、写真だけどこれも結構色味が違うかな。写り自体はどっちも良いけど。そして夜の新青森駅、若干明るさはギャラクシー S24 ウルトラのが良されかしらね。2ヶ月前に撮影していたラーメンなかなか。あとまあ完全に同じ日に撮影してない映像であれなんだけど、動画比較生い茂ってる草の量が違うわね。まあ映像の綺麗さ自体はどちらも同程度な印象ではあるかしら。ギャラクシー Z フォールド6の方はちょっと白っぽいけど、日差しの量の違いのせいだね。ズームはギャラクシー S24 ウルトラが強いかな。まあギャラクシー Z フォールド6もかなり綺麗な写真や動画は撮影可能。ただ30倍がズーム上限なことには注意かな。なるほどね。まあこんな感じですわ。タブレット系スマホというアイテムはやっぱり単体のでかいスマホとはまた違うアイテムな感じはしたわね。スマホとしてはやっぱり単純にでかい画面のギャラクシー S24 ウルトラみたいなのがおすすめで、小型のタブレット的なものが欲しければギャラクシー Z フォールド6みたいな感じが良い印象。画面比率が16対9に近い大画面スマホ的なやつもそのうちまたどっかで出たら嬉しくはある。このチャンネルではガジェットのレビューをいろいろやってるので、チャンネル登録とか評価とかよろしくなのだ。レビューしてほしいガジェットの案やコメントもお気軽にどうぞ。紹介した商品のリンクは基本的に概要欄にあります。ブログやノート、サブチャンネル、SNS もあるので興味あれば概要欄からチェックしてくれ。ちなみにこの狂気の大画面スマホ2台持ちだけど、外や普段使いはギャラクシー S24 ウルトラ、家ではギャラクシー Z フォールド6みたいな感じで割と併用できてるのだ。もし1台に絞れと言われたらギャラクシー S24 ウルトラを選びはするだろうけど、とりあえずどっちも非常に満足して使えてるわね。